にちは、リトルプリンステニススクールの長谷川です。今回は、スローテニスを極めよう第5回目になります。今回第5回目は何かと言いますと、揺さぶりを覚えようです。揺さぶるっていうのは、テニスコート広いです。この四隅ですね、コーナーにこう打ったり前に向き出したり、いろいろこう揺さぶりをね、かけると。あとはスピードの変化ですね。ゆっくりなボールをよりゆっくり打って、さらに緩く打ってっていう形で、普通のボールを速く見せたりとか、逆に回転をちょっと変えたりとか、スライスにしたりとか、いろいろ、あとタイミングですね。タイミングを変える、角度をつける、さまざまな、要素があります。だちょっとこう最初にやってた基本のこのベースのなるスローなゆっくりな展開のボールを覚えたら、それなるべくこうベースができたらですね、ぜひチャレンジしていきたいのは今回のその揺さぶりを覚えると。ただこうつないでるばっかりだと、なかなか正直レベルの高い人とやったら、なかなか勝てません。ぜひそのベースを作ったら、今度は勇気を持ってちょっとコートを広く使ってみると、相手のストローをこう揺さぶって動かすということによって、どんどんこう揺さぶ取らせるボールを入れるわけですね。決してエースを狙う必要はありません。エースを狙わないで取らせてみると、結構相手の人からこう崩れてきますから、こうやって崩れてくるとチャンスがどん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 広がってきます。だ一発で何とかしようってよりは、何本か手間暇をかけながらやってあげると、だんだん相手の人が効いてきます。かなりこう動かされて取らされて、また動かされて取らされてってなると、結構相手の人もチャンス、ボールが出てきますんで、そういう時をチャンスを見逃さないで、逆にこっちもその空いたコースに持っていくとかいう形でやっていただければいいと思います。くれぐれもちょっと申し上げたいのは、一発で何とかしようとなると、どうしてもスローテニスからかけ離れて力みが生まれますから、組み立てで勝負して、ここで取らせる、ここで取らせる、ここで取らせるって、次から次へとどん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 、球の配球を磨いていただいて、ゲームはね、生き物なんで、どんどんいろいろやりながら、その都度その都度いろいろこう引き出しを増やしていただくと、テニスでいろんなパターンが生まれてくるんで、その辺がまた楽しみの一つ目もあるんで、ぜひこうつなぐだけの守りのテニスにならないで、結構スローテニスって言われると守りってイメージがありますけど、ゆっくりでも攻めることは十分できますんで、ぜひその辺のこう揺さぶりに磨きをかけて、ゆっくりだけを攻めてるよっていうテニスをぜひ、一緒になって、覚えていきましょう。今回は以上になります。ありがとうございました。